風谷ダムは、奈良県吉野郡戸塚川村、一級河川、新宮川、水系戸塚川に建設されたダム。高さ101メートルの重力式、コンクリートダムで、電源開発の発電用ダムである。同社の水力発電所、戸塚川第一発電所に送水し、最大75000キロワットの電力を発生する。電源開発は、 1956年までに西吉の第一発電所及び西吉の第二発電所を完成させた。これは電源開発が戸塚川、木の川総合開発事業に水力発電目的で参加したものであり、新宮川水系の本流、熊野川の上流部、戸塚川に建設する猿ヤダムに蓄えた水を西吉の第一第二発電所を通じて、 木の川水系に導く過程で、合計最大4万6 1 0 0ットの電力を発生するというものであった。電源開発は、これを足がかりに、開発の手を新宮川水系全体へと伸ばしていく。次なる、開発地点は、猿ヤダムの下流、足の生発電所、無区漁発電所で、後に、戸塚川第一発電所、戸塚川第二発電所と呼ばれるものである。 戸塚かへ上流から順二風やダム、日ツのダムを建設し、それぞれ戸塚か第一発電所、戸塚か第二発電所に送水する。これにより、合計最大13万3000キロワットの発電が可能となる。豊富な水量が流れる熊野川は、水力発電の適地として、古くから開発が計画されてきたが、 開発に必要な道路の布設を阻む急峻な地形や流域が奈良県、三重県、和歌山県という三県をまたぐ関係で水理権の取得や保障の手続きが濃いなんで、さらに日本国指定名称天然記念物の泥八丁をはじめとする豊かな自然環境を保護しなければならないといった課題を抱えており長らく実現を見なかった。そんな中、 戦後の電力不足を重く見た日本政府は、1952年の第3回電源開発調整審議会で、熊野川の開発を電源開発に当たらせることとした。先に、アメリカ合衆国海外技術調査団が実施した調査を踏まえ、予備調査を実施し、1954年7月の第15回電調審で、熊野川全体開発計画が決定。 候補10地点のうち塚は川第1、第2発電所を含む4発電所が着工準備地点に指定された。その後、本格的な調査に入り、推理権、保障問題の解決を見て、1956年12月の第21回電調信で着工が正式に決定した。ダム本体工事に先立って、 資材の運搬を円滑に行うべく着手したのが道路の改良である。奈良県五条市からダム建設地点を経て、和歌山県新宮島で国道168号が通っているが、これの大規模な改良が必要とされていた。とりわけ難所であった天辻峠には、長さ1 2トルの新天辻トンネルを改作したほか、 ダム建設により水没する道路の付け替えの必要もあって、道路改良箇所は数百にも上り、工期は約1年間を要した。1958年10月、風やダム本工事が着工。当地は台風の通り道である、キーハントにあることを踏まえた上で、工事を順調に進める上での要所は11月から、 年を超えて6月までの間を重点的に行うというものであった。実際、ダムコンクリート打設量が全体の3分の1に達した1959年には伊勢湾台風が襲来。5000リッター片メートル毎秒の洪水が建設中の風やダムを襲い、建設物資や道路が流出する被害を受けている。それでも工事は続行され、 とつか第一発電所は1960年10月1日に運転を開始した。一方、下流の日のダムでは1959年7月に着工したが、度重なる洪水に悩まされていた上、とつか第二発電所に向けて、改作工事中の導水路トンネル内で葉っぱに用いる。 火薬が爆発する事故が発生し、23名の作業員が死亡する惨事も発生した。戸塚川第二発電所が運転を開始したのは、1962年1月のことであった。奈良県五条市中心市街地から国道168号を南下し、天津寺峠を越えると、国土交通省直轄の猿屋ダムがある。これを過ぎ、さらに南下すると風屋ダムに至る。 左岸は公園として整備されており、慰霊碑が混流されている。天馬は解放され、右岸にあるダム管理所まで橋渡しをしている。斜面には、戸塚は第一発電所工事概要等を題した碑文が刻まれており、事業の概要について知ることができる。風やダムのすぐ下流には、国道168号、風や大橋がかかり、 橋の上から風谷ダムの前景を望むことができる。風谷ダムの放流設備は、ローラーゲート4門ハウエルバンガーバルブ1門で構成されている。風谷ダムの東には、奥里ダムがある。高さ20.5メートルのアーチ式、コンクリートダムで、電源開発の発電用ダムである。風谷ダムの直下で、十川に合流する支流、滝川の上流において、 風谷ダムと時を同じくして建設された。滝川の水は奥里ダムで取り入れて風谷ダムに送水し、発電に利用している。風谷ダムを過ぎると、国道168号は銀色をした太い水路橋の下をくぐる。これは風谷ダムから戸塚川第一発電所に向けて、水を送るための施設で、野尻水路橋という。長さ217メートル。 直径4.2メートルのパイプビーム形式水路橋で一部を補強のためランガー橋としている。橋の下には幕末の戸塚川号市中井正五郎の生誕地碑がある。国道168号を南下すると途中で国道425号が東の下北山村方面に向かって分岐しており、こちらの道を進むと間もなく戸塚川第一発電所である。 建物は、戸塚川の支流、阿の瀬川に面しており、この阿の瀬川からも上流に建設した施設で水を取り入れ、風やダムからの水と合わせて発電所まで導いている。発電に使用した水は放水路トンネルで、戸塚川に放流されている。戸塚川第一発電所の下流には二津のダムがある。高さ76メートルのアーチ式、コンクリートダムで、 電源開発の発電用ダムである。蓄えた水は、下流の和歌山県新宮市にある、戸塚和第二発電所に送水される。二つのダム及び、戸塚和第二発電所の目的は、戸塚和第一発電所の逆調整である。発電力の調節とともに変動する、戸塚和第一発電所からの放流水を一時的に蓄え、戸塚和第二発電所を介して、 一定量を放流することで、下流への影響を抑えるものである。9600リッター片メートル毎秒にも上る、膨大な量の洪水を想定し、これを放流するため天馬に7門の洪水破棄ゲートが配置されている。天馬は解放されており、左岸には異例碑が混流されている。ありがとうございます。